6月に入りました第3日曜日16日は父の日ということで今日の「トレディ」は素敵なパパになれる父の日プレゼントを紹介しますあげる人も欲しくなるおしゃれなプレゼントですよ。まず紹介するのは宮崎市江平にある雑貨屋さんカンナです、まあ、日常使いができる、まあ、雑貨とか洋服。 をまあメインでやってるんですけど使っていってまあ2年後とか3年後とかにあこれ買って良かったなって思うような商品をまあ取り揃えるようにしてます。あ素敵ですね。はい、早速父の日におすすめのアイテム紹介してもらいます。平田さんまずははいノースフェイスのえー。 まあシンプルなポロシャツなんですけど、ロゴもあの目立たないようにしてるんで。仕事でも着れるし、お休みの日でも着れるんで、結構こう着れるタイミングが多いかなっていう。これからの時期にもおすすめのものレインコートなんです。<ー>かなり大ぶりの。<た>はい、ね、色が素敵、はい。いいですよね。すごい。はい。お子さんとかのこうスポーツ観戦とか、雨の日とかの。<ー>なんかサッカー見に行くとかっていう時とかに使ってもらってるアイテムですね。ね へはい、お父さんたちの中でこれ着てる方いたらいや結構目立つしかっこいいと思いますですよね、はいはい、平田さん、はい、早速かけさせてもらってますけども続いてははい、はい、ソライズっていうちょっと新しいサングラスのまあブランドですあの紫外線とかいろんなものをカットしてくれるのでかけながらスキンケアとかも楽しめる。男性も今だってスキンケアすごく 注目してますもんねそうですねかけた感じ本当にふわっと軽い、ね、そうなんですよノーズパッドとか支えるところが多いので、うん、かけ心地もすごいいいんで長時間かけてもらってもすごい楽なサングラスです、うん、あげる人が欲しくなるこだまチョイスイエーイこちら、はい、かわいらしいキーホルダーですけれども、はい、宮崎県出身のデザイナーが作ってるキーホルダーなんですけどちょっとこう色目もポップで 家族で揃えてもらうとかすごいおすすめなキーホルダーです入荷待ちしてる家族とかもいらっしゃるぐらいない時もちょっとあるんで <laughs> <はい S 1> ちなみに平田さんもお父さんですけどはいはいなんか欲しいものとかあるんですか <laughs> え僕は勝手に買の <laughs> 勝手に消費してるんで続いてやってきたのは宮崎市楓にある革製品のお店ベネフィコです 店内もおしゃれで、革の香りがいいですね。ベネヒコはイタリア語でメリットといった意味を持ちます。うん、革小物のある生活の中で役に立つとは何かということを日々追求しております。革はどんな革なんですか？あの天然素材のものを使ってあの革を舐めしたり染色したりしています。 の日におすすめのプレゼントこちらが一つ目ですね、はい、こちらがボディウエストバッグですボディウエストバッグ <laughs> ちょっとした小物が入りそうでお出かけにぴったりですよね、はい、中が上質なリネ素材でできてます <laughs> 本当ですね中がリネンですね、はいはい、これかけてるお父さんいたらめちゃくちゃかっこいいですよね 続いてはこちらの小物ですまず横山さんが持っているのはこちらがカードケースですーカードですけどこれ名刺…あ名刺入れのももちろんお使いいただけて。ですよね大体三十枚ぐらい入れられます大容量なのにこんなにコンパクトなんですね、はい、そして私が持っているこちらはこちらがお財布なんですが、ねうん、お財布。 特徴がありまして、はい、こちらのコインポケット取り外しができます。お別に使えるんですね。あ、はい、げた人がちょっとこっち使わせてみたいな <laughs> 言われます。本当ですこれ,これだけ欲しいとかやっぱ言われることあります。ええ <laughs>、あげた人ももらった人もじゃあ仲良くやってください。はい <laughs> あげる人が欲しくなるこだまチョイスワンちゃんと一緒に暮らしている皆さん必見ですここベネフィコにはワンちゃんグッズもたくさん販売してるんですということでおいでおいであー可愛い,い看板犬リロくんも愛用してます握手16日は父の日です素敵なプレゼントとともに一言 お父さんいつもありがとう。